綺麗になりましたね。超ほっそりか。元甘光インター聖子。白タンクトップピンクデニム姿で印象がらり。元お笑いコンビ甘光インターの聖子、35が31日までにインスタグラムを更新。ヘルシーな肌見せ金鋭を公開し、ファンから反響が寄せられている。この日、聖子は、アイラブデニムと綴り、2枚のポートレートをアップ。 写真の聖子は、アパレルショップらしき場所にモデルさながらのポージングで佇み、シンプルな白いタンクトップに合わせて、ブラックピンクの2本のデニムの着こなしを披露している。3月末にコンビを解散して以降の急激な赤抜けが話題を呼んでいる聖子さんですが、先日インスタグラムに投稿されたトワイスの楽曲、ダイブダンス動画では、笑顔の破棄のなさや、ほっそりとした姿に、また細くなった 痩せすぎじゃないですかと一部から心配の声が上がっていました。今回の金鋭でもスリムなウエストや肩周りが見て取れますが、そのキャシャなスタイルの相乗効果で、ヘルシーな肌見せスタイルがよく似合っています。何よりデニムを履いた聖子さんはキラキラと輝く笑顔を浮かべており、本当におしゃれをすることが好きなんだという気持ちが伝わってくる微笑ましいショットになっています。女性史ライター。 アマコーインナー時代からガラリと印象を変えた聖子の姿に、フォロワーからは、綺麗になりましたね。今まで自分の魅力を押し殺してたのですか色白聖子さんにピンクが生えてて素敵です。かっこいい綺麗ですね。私も聖子さんのように女子地からアップさせたいです。といった好意的な反応が寄せられている。一方、ピン芸人となった元相方の渚ぎさは27日、X。 旧ツイッターで、ナシュなぎさ、情けナギサに改名したことを発表。別々の道を歩む二人の行く先は、白タンクトップピンクデニム姿で印象をガラリと変えた元アマコーインター聖子。超ほっそりかと輝きマシマシな金鋭に、綺麗になりましたね、の声も納得。